寿司屋の寿司屋の愛席イースカ、新しい技術と発想でウェルビーイングな街と暮らしを、スマートシティ略して寿司ネタを全国各地で広げて回る番組です。シーテックはですね、10月の17日から20日までの4日間開催されていました。今年は、いけるかな、どうかなと思ったんですけど、いろいろとミーティングをですね、詰めて寄せて、行ってきました。佐賀から直行で行きました。意外とこう幕張メッセね、こう電車で行くともう最果て感あってすごい遠いんですけども、羽田空港からバスで行くと40分ぐらいで行けるっていうですね、なんかこれが一番いいなというふうに思ってですね、なんか空港なんかあえてわざわざバスでこう海浜幕張の方に行くって、これいいコースだなと思ったんですね。で、今回シーテックはですね、まあ見ていると、そうですね、なんかすごくこう気になったのは、やっぱデジタルツイン的なものですかね、このバーチャル技術をということ、なんか VR を活用したもろもろを展示している方々が、まあ多く目についたなという感じがします。で、まあ、なかなかこの VR とかそういうものっていうのは結構、まあ、いろんなところがね出しておられますけども、やっぱりちょっとなんて言うんでしょう、こうグラスのねこう進化みたいなところ、ちょっと入れなかったんですけど、ソニーのブースもすごい行列してて、こうちょっと入る気がうせたんですけども、その中ではそういうスマートグラス的なものが、まあ、あるみたいなことでですね、まあ、こういう、まあ、デジタルツインでやってますよみたいなことで、それを、まあ、実際体験できるようなものなんかもちょっといくつかあってですね、まあこういうのでこう結構未来感をこう出していくということでは、いいのかなというふうに思いました。で、今回は、結構割とその大企業ブースの方は、まあよくある、B2B 的なソリューションみたいなものがですね、結構多かったんですけど、個人的には結構ベンチャーのところがすごい面白くて、ちょっと知り合いの方のが出展していたりですとか、あと一つ畳めるバイクみたいなものですね、これちょっと知り合いのデザイナーの梅田さんという方が いるんですけども、ちょっとその仕事やってるって気づかなくてですね、声かけられて、あつしゃさんみたいな、なんでこれ今何やってるんですかみたいな感じで、ちょっとその畳めるバイク、電動EV のバイクですよね。電動のバイクなので、折りたたむことができてですね。で、その折りたたまれ方がなかなかうまくできてて、なんかいわゆるこう、パソコンのね、サブ机みたいな形でこう、スポットこう結構小さく収まってですね、綺麗に収まるような、そういうバイクを作られていましたと。で、今もうこれ受注生産でやっているそうなんですけども、そのバイクのところに脇にテレビ画面がついてですね、まあ、そこでいろいろ見ることができるみたいな形だったり、ちょっとこれ防災用になんか一個作っておいてですね、なんでしょう、こう給電ができるような仕組みですとか、ちょっとその非常時に活用できるものとしてもなんかいいんじゃないのかなというふうに思いました。結構ね、そういう時ガソリンスタンドがね全然並んで入れないみたいなこととかあったり、まあ、しますからね、こう、うん、なんか機動力のあるバイクみたいなものをですね、使うっていうのもありなんだなというふうに思いました。まあ、あとそうですね、シーテック、今回よく他に目についたものとしてはですね、なんかやっぱりこのバーチャル技術を活用してどうこうするみたいなものが非常に多かったっていうのと、あと結構なんかいくつかですね、政府の外郭団体の研究所ですかね、産総研ですとか、IPA の方ですとか、あと肉刀ですとか、なんかそういったところに、ちょっとこう意識してこう見るようにしているんですね。まあ、何かというと結構、国のお金なんかが入って、
まあ、重点的に研究開発されている分野なんかをですね、ちょっと知ることができるということで、まあ、特に肉頭のところにあるローカル5、ビヨンド 5G とか、6G とかですね、まあ、そのあたりの研究やられているということで、ちょっとこのあたりもロードマップというか、まあ、ホワイトペーパー、すごい厚いものが書かれているということでですね、最近ちょっとこういう 5Gの技術とスマートシティのですね、重ね合わせみたいなことで何かできないですかみたいな話をよく聞くものなので、まあ、ここを、どういうふうに活用できるか、やっぱりユースケースですね、これをどういうふうに便利に使っていくのかという点は結構多くの方が悩まれているようで、まあ、そこを、まあ、こういうふうに使えるんですよみたいな、実際ちょっと見せていくみたいなことがすごい大事なんだろうなというふうに思いました。ちょっとこの辺も勉強してみたいなと思います。あとはどうですかね、まあやっぱりなんかあれですよね、コロナ明けてやっぱこう展示会にすごい人が戻ってきた感じで、結構にぎわってました。はい、にぎわってました。雑な言い方なんですけども、まあ、結構こういうところ、展示会、なんだかんだ言ってね、その展示会行って、なんとなく全体を見ながら、なんか気になったものとちょっと出会えるというか、普通だったらあんまりこう、会わない、気づかないようなものに、会えるという点ではですね、案外こういう展示会でこう、リードを取るようなことっていうのは、オンラインでね、やれて、まあ、効率いいかもしれないけども、案外こう、感性にこう、訴えかけられるようなものがあんまりなかったりとかもするので、やっぱりこう、リアルで見て、見せられるものっていうのがあるっていうのはすごい大事なことだなというふうにも思いましたという感じです。はい。ということで、ちょっと今年もとっても、行って、なんか今、現状ですとか、まあ、こういったところですごい頑張っておられる方がですね、まあ、いっぱいいるんだなということで、なんか元気が湧く場所だなというふうに思いました。はい。以上です。